コーイムシは、カメムシ目コーイムシ科に属する水生昆虫の一種。岐阜では、ケロの名称がある。成虫の体長は17から20ミリメートル。体色はやや薄い褐色であり、近縁のオコウイムシと比べると、相対的に薄い。メスの方が、わずかに大きい傾向にあるが、死ゆの体格に決定的な精差はない。このため、卵を背負ったオス以外は、 微端のアセイ触板の先端形状から性別を判別するしかない。釜状の前足を持ち、前肢が横へ広がって獲物を抱え込むようになっているタガメと違い、カマキリのように縦から押さえつけるような形状で、これを振るって獲物を捕らえる。前肢の先端には2本の爪がある。微端にタガメと同様の水上呼吸用の短い呼吸管を持っており、体内外に 出し入れ可能である。水中での呼吸は腹部と羽の間に保持した気泡に依存するが、この気泡中の酸素分圧が生息水域の養存酸素の酸素分圧を下回ると水中の酸素が気泡中に逆に気泡中の二酸化炭素分圧が生息水域の養存に酸,酸化炭素の二酸化炭素分圧を上回ると気泡中の二酸化炭素が水中に移動するため、 空中から補給した酸素のみを使う場合よりも長時間の潜水が可能である。日本全国、中国、朝鮮半島。平野部の水田や浅い掘ガミ流れの緩い用水路、ため池等水深数センチメートル数十センチメートルで水草などが茂り、日当たりの良い浅い水域に生息する。他の水生昆虫同様、かつてはどこの水田や池にも見られたが、 昭和30年代から始まる水田への農薬大量散布、水田そのものの減少等により激減し、都市部などでは見られなくなった。水田への無制限な農薬使用が、法規制により控えられるようになった21世紀、初頭現在、以前と比べると回復傾向にあるが、本市は禁煙の王黄イム虫よりも、相対的に環境破壊の進みやすい平地に住むため、やや少ない。 本種は捕食性のカメムシである。魚類、物ノい他の昆虫等の動きに反応し、釜状の前足で積極的に捉え、後進から消化液を送り込んで溶けた体組織を吸収する体外消化を行う。死骸や動きのないものを水面に落下させたり、人為的に動かしてやったりすると反射的に捉え、また乾燥したものでも、 貪欲に興奮を突き立て溶解させ、吸収する。相対的傾向として、本種は同士間の協調性が良く、個体同士が近接していても共食いが発生しにくい。このため、1平方メートルあたり数十頭という高密度で生活していることもある。年間の活動開始は3月下旬頃からであり、繁殖行動も即開始される。 新生虫の羽化は7月下旬マイナス8月。10月頃より陸上及び水中で越冬する。オスはポンピング行動により、水面に波を作りメスに求愛する。昆虫類では珍しく、禁煙種のタガメと同様にオスが卵を保護するという、習性を持っているが、産卵場所に産み付けられた卵を保護するタガメと違い、メスはオスの背部に卵を産み、 オスは背中に産み付けられた卵を持ったまま移動するという習性があり、それを子守りする人間の親に見立てて、ご不中と名付けられた。子育ての役割の逆転から、アベコベムシとも呼ばれることがある。産卵期は4から8月、メスは30から40個の卵解をオスの背中に産む。 乱海を背負ったオスは飛翔できず、単独でつきっきりで世話をするが、タガメのように複数の勇士が交尾し合うことも、珍しくない。オスは、乱海保護中は動きを制約されるが、通常と変わらない程度に、節除もし、時には他のオスが卵を背負っている時に、その卵を襲って捕食してしまうこともある。幼虫は、数週間で孵化し、 その後幼虫は5回の脱皮を行い成虫となる。しかし、孵化後には、オスは幼虫の世話をすることはなく、自分の子供でも捕食対象としてしまう。他の水生昆虫同様、幼虫同士の間でも共食いは行われている。寿命は2年ほど。水深数センチメートルほどの水に足場となる水草や木の枝を投入する。体を干す習性があるため、陸上を設ける。 小魚のほか、陸生の昆虫などを餌とするが、魚の切り身などを近くで動かせば反応して捕食する。飛翔するため容器に蓋をする必要がある。水質の悪化には比較的強い。ともぐい傾向も強いので、幼虫は孵化したら単独飼育する方が良い。日本に生息するコウイムシアカは、コウイムシアパサスジャポニカスを含め3種。アフリカには、 大型種が多いタガメモド貴族がいる。ありがとうございます。